北の富士は第52代横綱で幕内優勝10回を誇る名横綱です。引退後は親方として千代の富士を横綱まで育て上げ、北勝海も横綱に育成。相撲協会を退職してからは長年相撲解説を務めており、今ではおなじみの存在になっています。辛口な発言も多いですが、ユーモアのあるコメントで相撲ファンからは多くの人気を得る存在になりました。現役力士でも北の富士に褒められると嬉しいという力士もおり、北の富士の発言力はとても大きいです。というわけで今回は北の富士が認めた力士5選を紹介していきたいと思います。玉の海は第51代横綱です。北の富士と共に横綱に昇進し、ライバルとして熱戦を何度も繰り広げてきました。入門で言うと北の富士の方が2年先輩ですが、あいつは出世が早くてと北の富士は語ります。玉の海は入門時の身長が 173cm、 体重 67kg と細身の体格でした。ですが腕力を身につけようと1日1000回の鉄砲というノルマを課し、体を作っていきます。体重上背ともにありませんでしたが、反り腰の強さと右四つの完成度などから双葉山の再来とも言われる存在でした。また釣り出しの技術に関しては相撲史上最高と言われたほどですが、左四つで前さばきのうまい相手には差し負けることも多く、大鵬や北の富士には差し負けることもありました。ですが横綱に昇進してからは左四つでも回しを取れば下位の力士に負けることはほとんどなくなっていきます。玉の海は27歳という若さで亡くなっていますが、北の富士は玉の海の死から50年後の2021年にもう50年も経ったのか。健康有料児だったし、今でも信じられない、俺が死んだ方が良かったと思ったほどだとコメントを残しています。北の富士と玉の海はライバルということもあり、親密な付き合いはなかったそうです。2人だけで食事に行ったこともなく、ゆっくり話ができるのは年に一度の横綱会の時だけですが、玉の海は北の富士のことを北さん、北の富士は改名前の玉の島のしこ名から島ちゃんと呼んでいました。また玉の海の特技はギターで、玉の海の演奏に合わせて北の富士が美声を披露したこともあったほど。そんな2人は幕下時代から激しい稽古で高め合い、互いに横綱まで上り詰めています。北の富士は最初、玉の海のことをすごいやつと聞いていたので、見に行ったら体は小さいし、稽古でもほとんど差し勝っていたと言います。そんなこともあり、最初の印象はどこがすごいんだ、全く大したことないじゃないかと感じたことを明かしたことがありました。玉の海は現役中に27歳という若さで亡くなりました。そして北の富士は彼が生きていたら大横綱になっていた、私ももう少し頑張れていたと思うと発言します。玉の海は若くして亡くなったこともあり、優勝回数は6回と少ないですが、横綱になってからの優勝は全てハイレベルな優勝です。横綱になってからの優勝は4回ですが、3回を14勝での優勝、そして最後の優勝となった1971年7月場所は全勝優勝としています。横綱在位10場所の成績は130勝20敗という1場所平均13勝2敗の驚異的数字で、横綱在位中の勝率も8割を超えていました。北の富士との対戦は43回あり、玉の海の21勝22敗とほぼ互角の戦いになっています。これだけ対戦のある北の富士なので、玉の海の強さは誰よりも分かっているでしょう。玉の海というライバルがいたからこそ北の富士も頑張ることができたと語っていますし、玉の海の存在は大きかったはずです。まだまだ現役が続けられる中での休止だったので、北の富士が言うようにもっと生きていれば大横綱になっていた可能性は大いにあるでしょう。琴桜は第53代横綱です。怒涛の突き押しや強烈なぶちかましとのど輪で一気に攻める相撲を得意にし、猛牛との異名も取りました。横綱に昇進したのは32歳と高齢だったこともあり、横綱在位は8場所に終わっています。それでも横綱時代には北の富士との優勝決定戦を制し、優勝を決めたこともありました。北の富士は琴桜の持ち味でもある立ち合いに関して、もう走ってくるんだからね、
あの人は怖かったですよ、若い時から力強いしね、と立ち合いの圧力を絶賛したことがあります。琴桜は北の富士より1年ほど早く入幕していますが、一度跳ね返され十両に陥落。北の富士が新入幕だった1964年1月場所、琴桜は横綱柏戸戦で怪我をし、再び十両まで番付を下げてしまいます。そんな2人が初対戦したのは1964年11月場所です。当時の北の富士は前頭筆頭で、琴桜は前頭12枚目。初対戦は北の富士が叩き込みで勝利しました。翌年からは対戦も頻繁に行われるようになり、関脇以下では北の富士の7勝3敗、北の富士が大関に昇進してからは4勝3敗と北の富士が対戦成績をリードしています。大関同士でも北の富士が10勝4敗としていましたが、北の富士が横綱になってからは琴桜が対戦成績を縮めていきました。横綱北の富士と大関琴桜の取り組みは7勝7敗で、番付が上がるとともに距離を縮めていきます。特に1972年11月場所14日目では立ち合いからの強烈なのど輪で北の富士を攻め、押し倒しで勝利。大関として3回目の優勝を決めた場面もありました。琴桜が横綱に昇進してからは北の富士の1勝4敗で、北の富士の全勝優勝を琴桜が千秋楽で止めたこともあります。2人の対戦は50回ありましたが、最終的に北の富士の30勝20敗。対戦成績では勝っていますが、琴桜の圧力には北の富士も苦労していました。輪島は第54代横綱で、学生出身力士として初めて横綱になった人物です。輪島は大学時代から相撲部で活躍しており、2年連続学生横綱に輝くなど14個のタイトルを獲得しています。初土俵からわずか1年で新入幕を果たし、その後2年半で横綱まで上り詰めました。2023年現在、幕下付け出し初土俵で横綱に昇進した力士は輪島だけで、横綱昇進後も本名の輪島で相撲を取り続けます。また輪島は右手の引きが強いこともあり、左の下手投げを得意にしていました。そして左前みつを引き、右から押っつけて寄る相撲を武器に活躍します。トレードマークの金色の回しとかけて黄金の左と言われ、一世を風靡しました。下手投げを得意とする力士は対戦しないというジンクスもありましたが、それを破って対戦した数少ない力士でもあります。また当時の相撲界では、力士は走ると腰が軽くなると言われていました。ですが輪島は積極的にランニングを行い、稽古を練習と呼ぶなど、あらゆる面で型破りだったのです。こうした点から、相撲を取るために生まれてきた男、天才という声が多く聞かれました。輪島の才能は北の富士も認めています。過去に対戦した力士で一番強かったのは誰ですかと聞かれた際に、北の富士は迷わず輪島と答えました。北の富士は輪島について、左前回しを取り、右から押っつける型は威力が一番あったと黄金の左を評価。北の富士だけではなく、北の海も輪島を評価しており、力強かったのは文句なしに輪島さん、あの右からの押っつけはすごかったと答えたことがあります。通算成績は7勝5敗と北の富士がわずかに勝ち越していました。ですが北の富士は一番取りにくい力士でしたと苦手意識があったことも明かしています。輪島は2018年に70歳で亡くなっていますが、その際、みんな死ぬのが早すぎる、私みたいなものが生き残ってだんだん寂しくなっていくなぁと惜しみながらコメントしました。北の富士が輪島に初めて出会ったのは、輪島が入門してすぐの3月場所だったといいます。宿舎が輪島の所属する花籠部屋の近くにあり、稽古をつけてくれと言われたので、北の富士は輪島に胸を出したそうです。すると胸の薄い子が出てきたため、こんな子が関取と稽古するのかと思ったといいます。すると輪島はいきなり左を差してきたので、北の富士は思わずと思ったそうです。普通であればぶつかっていくところですが、輪島は差してきたので、北の富士は驚いたのでしょう。そして見かけによらない強さに改めて驚いたと当時のことを語っています。ただまさか横綱になるとは思っていなかったそうで、輪島の才能は北の富士が思っていた以上だったのでしょう。さらに左の相四つだったが、半身になって右から絞る、
そしてあの肩幅半身になって左を差してその肩をぐっと押し付けてくる。力が強いし半身になって動かない、私が一番嫌いなタイプだったと振り返りました。さらに北の海相手に14回も優勝するのはすごいことと称賛。北の富士がここまで称賛する力士はなかなかいません。輪島にはそれだけの実力があり、北の富士を苦しめていたのは確かです。琴勝峰は佐渡ヶ嶽部屋に所属する力士で、2020年7月場所に20歳の若さで新入幕を果たします。191cm の長身もあり、新入幕の時点で将来の横綱候補とまで言われていました。そして新入幕の場所では8勝7敗と勝ち越し、翌場所では10勝5敗の2桁勝利、11月場所では上位総当たりとなる前頭5枚目まで番付を上げますが、8勝7敗と連続で勝ち越します。こうして新入幕から3場所連続で勝ち越したこともあり、北の富士も称賛。2020年12月には3場所負け越しなしは立派、特に11月場所の難しい地位での勝ち越しはすごいとコメント。さらに大関戦での堂々たる取り口には将来性を感じるし、ダントツであると評価します。琴勝峰はこの場所で大関の貴景勝との取り組みが組まれました。勝つことはできませんでしたが、真っ向から挑み見せ場を作っています。こうした部分を北の富士は評価したのでしょう。また2023年1月場所で琴勝峰は11勝4敗の成績で優勝争いに絡んでいます。14日目には優勝経験もある大栄翔との取り組みが組まれましたが、琴勝峰は速攻で寄り切りました。北の富士もさすがに大栄翔には勝てないと思っていたそうですが、北の富士の予想に反し勝利。琴勝峰が新入幕だった頃、北の富士は50年に一人の逸材と絶賛していました。ですがその後琴勝峰は怪我もあり低迷が続きます。ただこの場所では強さを見せたこともあり、北の富士は琴勝峰を改めて評価しました。幕内で優勝争いに絡む実力があるのは確かなので、北の富士も認めた力を今後も発揮してほしいです。熱海富士は伊勢ヶ濱部屋に所属する力士で、入門からわずか8場所で十両に昇進。身長186cm、体重 176kg の体格で十両2場所目では10勝5敗の成績を残しました。スピード出世の熱海富士には北の富士も相撲界の大谷翔平になるとコメント。熱海富士は笑顔が可愛いとファンの間でも有名です。序ノ口優勝のインタビューを見た北の富士も、一目で応援しようと思ったとデビュー時から目をつけていました。2022年5月場所では十両で2桁の白星を挙げたこともあり、この力士は必ず大関横綱になると絶賛。そしてあと5年も生きていたら横綱土俵入りが見られるだろうと熱海富士を横綱に推す声も聞かれました。ですが新入幕の場所では4勝11敗と大きく負け越し、1場所で十両に陥落してしまいます。この結果に北の富士ははっきり言って今場所は家賃が高かったという感じ、落ちてまた上がってくればいいとコメント。新入幕の場所は幕内の壁に跳ね返されましたが、2023年5月場所では13勝2敗の成績で実力を見せます。そして翌場所でも11勝4敗の成績で十両優勝を決め、2023年9月場所では返り入幕を決めました。熱海富士はまだ21歳と若く、これから伸びていく力士なのは確かです。北の富士からの期待はとても大きく、必ず大関横綱になるとまで言わせました。北の富士からの期待を裏切らないように、これから番付を上げていってほしいですね。というわけで今回は北の富士が認めた力士5選を紹介していきました。北の富士と対戦経験のある過去の横綱から現役の若手力士まで幅広かったと思います。ただ北の富士が最も実力を評価していたのは輪島だったのではないでしょうか。今後も北の富士が認める力士が現れるのか楽しみです。今後も大相撲のエピソードなどを投稿していくので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。